青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆さんこんばんは。婚活料理カウンセラーの青木由美です。お元気ですか？女優の佐々木千明です。さて青木さん、今回もですね、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、青木さんのね、あのまな娘さくらちゃんのエピソードについて今回も少しだけお話しいただけますでしょうか？ぜひぜひ。そうですね、はい、あのうちでは夫にあの保育園の、ね、はい、送りに行ってもらったりとか、お風呂に入れてもらったりとか、はい、あのできる時にできる方がやるという協力のスタイルをとっているんですけれども、はい、先日夫が眼鏡をかけずに娘をお風呂に入れたんですけど、眼鏡もないし髪型もいつもと違うって娘が判断したみたいで、はい、え、あなた誰って言って急に泣き出しちゃったんですね。もうね、夫からその話を聞いてね、私も笑っちゃいました。それね、あの旦那さん結構ショックだったと思いますよ。そうですよね、そうですよ ね、 ね、自分の、ね、娘さんに泣かれるって結構ね、ショック大きいかなというところあると思うんですけれども、結構やっぱそういうのあるらしいですね。みたいですね。なんかちょっといつもと違ったりすると、あれみたいな、わからないっていうことがね、不思議ですよね。聞いてるとね、面白いと思っちゃうんですけどね。そうですよね。ね、なんかどんどんこう成長しているんだなって感じますし、そうですね、ね、まあ、そのパパが眼鏡をかけてるっていうのをちゃんともう認識してるんだなっていうのが私結構驚きだったんですよね。パパイコール眼鏡なのかもしれないですね。確かに確かにそうかもしれませんね。はい、なんかね、これからもちょっとさくらちゃんの成長日記といいますか、はい、エピソードの方楽しみにしてますので、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。さて、そして今回はですね、もう一つビッグなお知らせがございます。これまで青木由美さんが主催されていらっしゃる愛され飯のレッスンが、なんと今お聞きの番組愛され召し上がれとの連動企画としてもスタートするんです。そうなんです。あの今までこの番組でもオープニングトークやラジオで婚活のコーナーで断片的にご紹介させていただいていました愛され飯のレッスンについて、こちらですね、この愛され召し上がれとコラボ企画として進めていけたらなと思っております。はい、タイトルはクリスマスまでに彼氏ができるコミュニケーションレッスン、ありのままの自分で運命の人と付き合うコミュニケーション編。いかがですか皆さん、もうね、タイトルだけでテンション爆上がりですよね。はい、ぜひね、番組後半でもう少しこのレッスンの詳細について青木さんからお伺いしたいと思いますので、皆様お楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、今お聞きのこの番組愛され召し上がれは、婚活のヒント、料理の簡単レシピ、おすすめ調理器具ランキングや、お料理苦手女子のためのワンポイントアドバイスなど、いろんなお得情報満載の30分です。今回もぜひ皆様最後までお聞きいただきますようお願いいたします。お願いいたします。まあ、ただあのなかなかリアルタイムで毎回はという方は、今回の放送はもちろん過去の放送回も映像版リメイクラジオが YouTube にアップさせていただいてますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは今回最初のコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫によく残ってしまう食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についてのレシピを紹介していくコーナーです。そして3段活用ということで、ピックアップした食材について3つの簡単な調理レシピをご紹介させていただきます。それでは今回の食材は何でしょうか？今回は、はい、さつまいもの3つのレシピを紹介したいと思います。あー、さつまいも、まあ、秋といえばね、旬の、まあ、さつまいも、はい、まあ、他にもね、かぼちゃとか栗のスイーツってすごいたくさん発売されますよね。確かに。でそこで今回はですね、はい、その旬のさつまいもをテーマにしました。はい、はい、ちなみに、さつまいも購入してきて保存をする時にはですね、はい、寒さに弱いお野菜ですので、常温で保存するようにしてくださいね。そうなんですね、知りませんでした。はい、じゃあですね、はい、早速今回の3つのレシピ、1つ目、炊飯器に入れるだけさつまいもご飯。2品目、甘じょっぱさが癖になるさつまいもマヨネーズサラダ。3品目、ホクホクさつまいものチーズ焼き。どれも材料2人分で紹介していきます。はい、まずは炊飯器に入れるだけさつまいもご飯。はい、米1合、さつまいも 80g、 お酒大さじ1、塩小さじ1/4、お醤油小さじ1/4、お水 160cc です。はい、
まずはさつまいもは1センチ角に切って3分から5分お水につけてアクを抜きます。アクを抜くっていうのはお塩とか何も入れないでお水だけってことですか？お水だけで大丈夫です。そうなんですね。お水の中につけておくだけでアク抜けていきますのでね。なるほどなるほど、わかりました。そしてですね、そのアクを抜いた後で、はい、お米は研いでおいてもらって、はい、炊飯器にお水を切ったアクを抜いたね、さつまいも、それから研いだお米で、お酒大さじ1、お塩小さじ4分の1、お醤油小さじ4分の1、そしてお水 160cc を入れます、はい、あとは炊飯器でご飯を炊いて完成です。簡単ですね。そうなんですよ。切って入れるだけという ね、 レシピです。結構ね、さつまいもがホクホクに仕上がります。美味しそう。次に甘じょっぱさが癖になるさつまいもマヨネーズサラダ、はい、さつまいも中サイズなら半分、うんうんうん、きゅうりは1/4本、はい、マヨネーズが大さじ1から2、はい、お塩と胡椒が適量です。さつまいもときゅうりは2センチ角に切ります。はい、さつまいもを耐熱皿に入れてラップをして電子レンジで3分から5分加熱をしてください。あ、電子レンジを使うんですね。そうなんです。うん、そして熱いうちに塩コショウで下味をつけて、はい、冷めたらきゅうりとマヨネーズと混ぜて完成です。これね、注意点があるんですけれども、はい、熱々のうちにマヨネーズで混ぜてしまうと、はい、マヨネーズがね分離しちゃうんですね。ああ、そうなんですか。なので、ある程度冷めてから混ぜるようにしてください。ああ、それはね知りませんでした、これポテトサラダとかもね同じですので、覚えておくといいかもしれないですね。マヨネーズは冷めてからですね。はい、わかりました。そして3品目がホクホクさつまいものチーズ焼き、はい、さつまいも中サイズ半分、ピザ用チーズが適量、はい、塩コショウ適量です。まずはさつまいもを1センチ角に切って、はい、耐熱皿に入れてラップをして3分から5分加熱をします。はい、で熱いうちに塩コショウでしっかりめに味をつけて、はい、上にチーズをのせます、はい、あとは電子レンジで2分ほどチーズが溶けるまで加熱して完成です。あ、なるほど。さつまいも最初に電子レンジでチンして、その後にピザチーズまでかけた後に電子レンジでまたさらにチンするんですね。1回目はさつまいもにちゃんと火が通るように、2回目はチーズを溶かすというものですね。あ、なるほど。今回はね、より簡単にするためにさつまいもだけでしたけれども、1センチ角に切ったパプリカとか、あとズッキーニを足してから焼くとカラフルで華やかにもなりますので、ぜひね試してみてもらいたいなと思います。少しずつこうレベルアップしていくといいですね。そうですね、あと青木さん、ちょっと気になったのがさつまいも、はい、これ皮は剥かずに使ってるんですか？そうです、皮ごと使ってください。あ、皮ごと使っちゃっていいんですね。これはね、色が綺麗という点もありますし、栄養という面もありますので、皮ありのまんま、そのまま切ってくださいね。わかりました、ね、なかなかこう皮を剥くって結構手間だったりするので、彩りもねちょっと良くなりそうだななんて聞いていて思ったので、皮は剥かずに皆様簡単にねそのまま使ってくださいね、はい、やっていただけたらいいですね。あー、ちょっとね旬の野菜なので、ぜひちょっとね皆様も作っていただきたいですし、私もちょっと挑戦してみたいななんて思いましたので、電子レンジですと、はい、簡単に作れますので。そうですよね、はい、電子レンジぜひ活用してまいりましょう。はい、はい、青木さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん、さつまいもを使った追加の一品おすすめです。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具。このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は、はい、大根が美味しくすりおろせる大根おろし器ランキングです。大根が美味しく
すりおろせる。そうなんです。おろし器ってステンレス製とかセラミック製、はい、アルミ製、はい、プラスチック製、銅製のものがあるんですね、うん、はい、扱いやすさを重視するのか、安全性を重視するのか、安さを重視するのか、はい、大根のね美味しさ食感を大事にするのかによって選ぶ商品って変わるんですね。そうなんですね。ですので今回はとにかく美味しさで、はい、美味しくすりおろせるっていうことをこだわって3つ商品を紹介します。お楽しみです。まず第3位、はい、アーネストさんの楽々おろしてみませんか。アマゾンで税込み4473円です。おこちらは包丁やハサミなどの金物で有名な燕三条で作られた商品です。はい、おろし金が湾曲していて、食材の接地面が少ないから楽におろすことができる上に、食材を動かす方向に対しておろす目が重ならないように配列されているので、はい、力がない方でも楽におろせるという工夫がされているんですね。へー、これはね、あの女性にも人気の商品です。いや、いいですね。楽々おろしてみませんかっていう ね商品名もまたいいですね。可愛らしいですよね。そして第2位、はい、坪江さんの極上おろし金箱、アマゾンで税込み1万1000円です、はい、なかなかね、いいお値段していますよね。そうですね。こちらも第3位の商品と同じ、包丁とかハサミなどの金物で有名な燕三条で作られた商品です、はい、こちらは強度の強いステンレス製で、力を入れやすい箱の形、商品名通りですね、箱の形をしてるんです。でですね、こちらはおろし金と水切りざると容器とシリコンの蓋の4点がセットになった商品です。へー、そしてね、はい、堂々たる第1位、はい、さらに、さらに上があるんですね。そうです、もっとすごいのがと思いますよね。はい、もう大谷製作所さん、はい、銅卸金4番、アマゾンで税込み9800円です。おーおーしか出てこないですねなかなかいいお値段はしますね。こちらの大谷製作所の銅製おろし金の魅力といえばですね、熟練の職人の手作業による目立てなんです。もう刃が鋭くて、はい、歯並びが不規則ですので、食材をするときに途中で向きを変えなくても切れ味がいい、そして長持ちするということで、料理人さんプロから好評の商品なんですね。そうなんですね。もうね、一生ものですね。確かに、一生もののお値段ですし、ね、そうなんです。プロの方も使ってらっしゃるというところなので、ね、美味しい大根おろし作れちゃうんだったら、そうなんです、美味しさにこだわるんでしたらこの3つがおすすめですね。なるほど。いやー、ね、皆さんどういうこういうね、あのおろし器使ってらっしゃるのかはちょっと分かりませんけれども、私はもう本当に100円とかで買ったものでしかすったことがないので、大根おろしを作るイコール大変っていうイメージがやっぱりあったんですよ、力も使えますし、そうですよね、ちょっとね、手を切っちゃうんじゃないだろうかっていう不安もありましたけれども、こういったね、今回ご紹介いただいた商品ちょっと一度使ってみたら、もしかしたらちょっともうあのこれなくては大根おろし作れないみたいになっちゃうかもしれないですね。しれないですよね。一回使ってみて、ちょっとあの今後ね、一生ものとして使っていくのにすごくいいなと思いましたので、いつか手に入れたいと思います。そうですね、プレゼントなんかでもいいかもしれないですよね。確かにそうですね。いやね、これからこうサンマなんかも美味しい時期になりましたので、大根おろしこすってね、美味しく美味しいものがね、はい、召し上がっていただけたらいいですね、はい、ありがとうございました。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーでは恋愛のぜひもの楽曲を私佐々木千秋がセレクトさせていただき、毎月この番組2回放送ともかけさせていただきたいと思います。今回はですね、ファンキーモンキーベイビーズさんのラブレターという楽曲を選ばせていただきました。素敵なタイトルですよね。はい、タイトルがもうね、物語っているんですけれども、はい、まあ、ラブレターって青木さんもらったこととか書いたことあります？いや、もう全然覚えがないんですけれども、はい、子供の頃に書いたのかな。あですよね。私もちょっと改めてラブレターって書いたこと
あったかなとか、もらったことあったかなってね、ちょっと考えていたんですけども、うん、最近ですとね、こう LINE だったりとか、インスタグラムの DM なんかでこう、ねえー、こうコミュニケーション取ったりされる方も多いとよくお伺いするんですけども、ラブレターってね、ちゃんとこう形に残って、思いがこうちゃんとね、そこに残るなというところで、いいなって思ったんですよね。確かに文字でね、うん、ちゃんと書いてあるってちょっと嬉しいですよね。そうですよね。なのでちょっとね、まあ秋ということで、私結構学生時代のことを思い出したりしていたので、あ、ラブレターっていう楽曲いいかもと思ってね、今回は選ばせていただいたんですけども、ぜひね皆様もちょっとほろ苦い青春時代を思い出していただけたらいいなと思いましたので、はい、お聞きいただけたら嬉しいです。いいですね。はい、ぜひちょっとキュンとしてみてください。番組連動企画、クリスマスまでに彼氏ができるコミュニケーションレッスン。さて、番組オープニングでもお伝えいたしました通り、青木さんが普段実践されていらっしゃる愛され飯レッスンと初の連動企画についてご紹介させていただきたいと思います。はい、まずですね、クリスマスまでに彼氏ができるコミュニケーションレッスン、ありのままの自分で運命の人と付き合うコミュニケーション編とは、そもそもどういったものなんでしょうか。普段はですね、はい、料理と恋愛の関係性とか、あとはレシピの読み方を学ぶためのワンデーレッスンを開催しているんですけれども、はい、このクリスマスまでに彼氏ができるコミュニケーションレッスンは、はい、現在彼氏がいない方が交際するまでのステップとか、あとね、彼ができるコミュニケーションについて学べるレッスンなんです。あ、そうなんですね。彼氏がいない方が交際するためのコミュニケーション、もうそこにギュギュッと絞った内容となっています。すごいちゃんとピンポイントにギュギュッとポイントが詰まってる感じがしますね。はい、でなぜこの企画を、まあ、されたというか企画を発案されたんでしょうか。これがですね、はい、この、秋から冬に向けてというね、この時期がですね、クリスマスですとか、あとはまあ年末年始とか、バレンタイン、あとはね転勤とかで恋愛、あとは婚活の進展がねしやすい時期がこれから始まるんですね。あ、そうなんですね。で1月にですね、はい、今年が始まった時に、今年こそ結婚っていう目標を立てたけれども、何にもなく終わりそうだ、どうしようというね声をよく聞くんです、このぐらいの時期から。なので、まあ、少しでもきっかけになればと毎年冬に開催しているレッスンなんですけど、今年ですね、はい、この愛され召し上がれと連動で、せっかくならと思って企画をしてみました。あ、そうなんですね。毎年冬に開催はされてるんですね。そうですね、今年はパワーアップです。いや、ちょっとね楽しみですね。なんか番組とコラボということで、ちょっと私もドキドキワクワクしておりますけれども、この、企画、まあ、ポイントを一言で言うと、一言で言うとですね、まあ、一言はちょっと難しいかもしれないですけど、はい、科学的根拠がある方法が学べるレッスンですかね。科学的根拠、とは何ですか。ネットとか本とかでも、ね、彼氏を作る方法とかいろいろこう書いてあるじゃないですか。書いてますね。読むことあります。たまにあります、うん、はい、なるほどなるほどなんて言ってね、読んだりすると思うんですけれども、はい、その方法がたまたまその方が彼氏ができた方法だったりすると、はい、自分がやっても再現性がない場合があるんですよ。確かにそうですね。だからこそやっぱりね、こう科学的根拠のある方法で、はい、誰でも効果があるっていう結構大事だと思うんですね。大事ですね。なので、はい、このレッスンの中では科学的根拠のある方法をお伝えするレッスンになってます。やだ、すごいすごく興味あるじゃないですか。この科学的根拠っていう中身をもちろん知りたいっていうのもあるんですけれども、うん、こう誰でも効果が現れやすいということで、まあ、どういった内容で行ってるんですか。例えばなんですけれども、はい、結婚につながるかどうかって、その恋愛するための準備の期間すごい大事なんですよ。なので恋愛の準備についてとか、はい、あとはですね、次のデートにつながる仕掛けを学んだりとか、はい、あとはこれまでの恋愛、自分の恋愛がうまくいかなかった原因を見つけたり、
するレッスンなんですけども、はい、ただ愛され飯のレッスンいつもですね、はい、参加者の方のお悩みによって、ワークを変えることもあるんですね。あ、そうなんですね。なので、まあ、そういった観点から何回参加しても楽しめるとということでですね、2回3回参加される方も中にはいらっしゃいます。あ、そうなんですね。なんかすごいギュギュッと詰まってますね、内容もね。あの、まあ、このレッスン自体は、まあ、毎年冬に開催されているということなんですけども、このレッスンを通じてこれまで、まあ、いろんなお声あったと思うんですけど、実績的にはどんな感じなんですか？そうですね、はい、あの参加したことで自分の片思いを、まあ、見直すきっかけになったっていう声とか、あとはその後ね、しっかりこう恋愛についてとか婚活について学び始めたことで、これから始まるこう冬の行事を、はい、チャンスをうまく掴んで彼氏ができたとか、あのプロポーズしてもらえたなんていう生徒さんもいらっしゃいます。すごいですね。まあ、実際にね、やっぱこうそのレッスンを自分自身で実践されてらっしゃる方がやっぱそうやってね、あのチャンスを掴んでらっしゃる。そうですね、ですかね。恋愛が進展しやすい時期だからこそ、この時期はチャンスでもあるんですよね。いやー、すごいですね。ちなみにあの具体的にはいつ開催予定とかっていうのはもう決まってらっしゃるんですか？そうですね、あの、はい、12月までの期間限定のレッスンなんですけれども、あの月にまだ大体2回から3回ぐらい開催を予定をしていますので、ホームページとか LINE、メルマガで日程の方はチェックいただけたらと思います。あ、わかりました。あの地方とか遠方にお住まいの方とかも、オンラインのレッスンとかもされてらっしゃるんですかね？はい、オンラインで Zoom で参加することもできるので、遠方の方でも安心です。あ、なるほど、わかりました。ちょっと安心しましたね。はい。あと、とっても人気がある講座だと伺ってるんですけれども、満員になってしまった場合っていうのは追加開催予定とかっていうのはあるんですか？そうですね、はい、あの12月までの間にはなってしまうんですけれども、はい、あのコースで通っている生徒さんの授業の合間を見てですね、はい、時間を作ってちょこちょこと開催していけたらと考えています。わかりました。お申し込み方法などはあの教えていただけますか？まずはですね、はい、最初にあの私青木由美のインスタですとか、はい、あとはフェイスブックなどの SNS から、はい、LINE のお友達登録またはメルマガ登録をしていただけるとすぐに、はい、あのページに飛ぶことができます。わかりました。まずは LINE のお友達登録、メルマガ登録、ここからですね。はい、いや、とっても楽しみな企画でございますので、私自身もワクワクドキドキとしながらあのこの企画楽しみたいと思います。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、今回のこの企画とてもおすすめです。ぜひまずは愛され飯で検索をしていただきまして、ぜひ多くの方のご参加お申し込みお待ちしております。よろしくお願いします。以上、番組連動企画、クリスマスまでに彼氏ができるコミュニケーションレッスンのご紹介でした。皆さん、もう早くもエンディングのお時間となってまいりました。今お聞きいただいております婚活料理番組愛され召し上がれは、毎月第2、第4回を夕方6時からお送りいたしておりますので、ぜひ次回もお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送はいかがでしたか？やっぱりね、こうさつまいものね、レシピ、あのなかなかね、周りでも反応がいいものなので、皆さんにも作っていただけたら嬉しいなと思っています。はい、で、私青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックなどでもいろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の写真もアップしておりますので、ぜひチェックをお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお聞かせいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。皆さん、いかがでしたか？愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。